クレベル、コイケ・ルブストは、ブラジルの男性柔術家、総合格闘家、YouTuber。サンパウロ州サンパウロ出身。静岡県岩田市在住。盆栽柔術所属。元、KSW フェザー級王者、元レベル FC フェザー級王者。日本人の祖父が、ブラジルで柔道をやっていた縁から、サンパウロで7歳から柔道を始める。14歳で両親と共に、 出稼ぎのために来日後、盆栽柔術に入門。中学校で日系ブラジル人たちがいじめられている姿を見て、学校には行かなくなり、工場の仕事、養鶏場やゴミ回収のアルバイトをして、生計を立てた。2008年の秋、リーマンショックによる不況の影響で、両親たちはブラジルへ帰ったが、クレベルは日本に残り、マルコス・ヨシオ、ホベルト・サトシ・ソウザ兄弟らと、 アパートでお金を持ち寄って、共同生活をしながら、共に、盆栽柔術で技を磨き上げて、才能を開花させ、数々の柔術大会で入賞を果たした。2008年9月28日、クラブディープ浜松2008で、総合格闘技デビュー。和田正樹と対戦し、1アールにリアネーキットチョークで一本勝ち、白星デビューとなった。 2008年8月30日、ディープ大阪インパクトで前田義郎と対戦し、ローブローによる反則負けを喫した。2013年11月24日、ディープ刑事インパクト2013で角脇英久と対戦し、1R にリアンレイキットチョークで一本勝ちを収めた。KSW2015 年2月21日、KSW 初参戦となった。 KSW30 でアンゾルアジエフと対戦し、1R に三角締めで一本勝ちを収めた。2015年6月27日、ペブル FC3 のフェザー級 g p に参戦。初戦で足田隆弘に 1R 三角締めで一本勝ちを収めると、決勝で元 WEC 世界バンタム級王者のミゲール・トーレスに 2R ブラボーチョークで一本勝ちを収め。 フェザー級王者に輝いた。なお、この試合で、MMA14 連勝、13試合連続フィニッシュ勝利となった。2015年11月28日、KSW33 の、KSW 初代フェザー級王者決定戦で、アルトルソーインスキと対戦。ダースチョークや腕ひしぎ十字固めを極めかけるなどしたが、0から3の、判定負けを喫し王座獲得に失敗した。 2016年4月24日、パンクレス277で、ヤチユースケと対戦し、3アールにリアンレイキッドチョークで一本勝ちを収めた。2016年6月27日、レベル FC4 のレベル FC フェザー級タイトルマッチで、ジョージ・ヒックマンと対戦し、3アールに三角締めで一本勝ちを収めた。2016年10月1日、 KSW36 で m m a 実勝無敗のレシェク・クラコースキと対戦し、1R に三角締めで一本勝ちを収めた。2017年5月27日、ワルシャワ国立競技場において5万8千人の大観衆の中で開催された KSW39 の KSW フェザー級タイトルマッチで王者マルチン・ロゼクに挑戦。グラウンドコントロールで試合をリードし三から零の 判定勝ちを収め、第3代、KSW フェザー級王者に輝いた。2017年12月23日、KSW41 で、アルトルソーインスキと KSW フェザー級、タイトルマッチとして再戦する予定であったが、クレベルが、軽量失敗により、王座を剥奪されたためノンタイトルの 5R 戦として、実施された。試合は、3R にリアネキッドチョークで一本勝ちを、 収めリベンジに成功した。2018年12月1日、KSW46 の KSW フェザー級王座決定戦で、KSW ライト級王者マテウスガムロットと対戦するも、0から3の 5R 判定負けを騎士し王座獲得に失敗した。2019年9月1日、ワンジャパンシリーズ、ロードツーセンチュリーで、西浦ウィッキー里志星と対戦し、 1R にダースチョークで一本勝ちを収めた。ライジン2020年8月9日、ライジン22で勝利した同門のホベルトサトシ総座に、試合後のリングに迎え入れられ、マイクでライジンへの参戦アピールを行った。2020年11月21日、ライジン25でサトシ等と共に、充術デモンストレーションに出場し、護神術や充術のテクニック披露した。 マイクでは、フェザー級のベルトもらいます。と語った。2020年12月31日、雷神初参戦となった、雷神26で、カイル・アグオンと対戦し、1R に、右のオーバーハンドフックでダウンを奪った後、ダースチョークで一本勝ちを収めた。2021年3月21日、雷神27でマシマイチセイと対戦し、 に r に三角締めによる一本勝ちを収めた。2021年6月13日、ライジン28で、ライジンフェザー級タイトルに挑戦経験のある、朝倉未来と対戦。2R に、引き込みからの三角締めで、朝倉を失神させての一本勝ち。ライジン3連勝を飾った。試合後のマイクパフォーマンスで、YouTuber じゃない。私ファイターだよ。と叫んだ。 ライジン・坂木原信幸 CEO が、クレベルに対して2021年10月24日、ライジン31での王者、斎藤博士とのタイトルマッチを大会当日の3ヶ月前にオファーするも、クレベルが体重が落ちないことを理由に断ったことを明かした。後日、クレベルも声明において、試合を受けられなかったことへの謝罪と、怪我を感知させてライジンに、 継続参戦した意向であることを発表した。ありがとうございます。